明けましておめでとうございます。2024年は辰年ということで、我がドラゴンズにも頑張ってもらいたいです。今年の注目選手はもちろん中田翔ではないでしょうか。とにかく2年連続最下位を脱出して優勝争いに加わるようなチームを見たいです。投手陣はすでにいいので、得点さえ取れればチームは間違いなく勝ちます。今年のキーワードは昇竜です。普通は昇竜と書いて空に登っていく竜、勢いの良い様に例える昇り竜などの意味がありますが、今年はあえて翔と書きます。翔といえば野球界全体で言えばメジャーで超超大型契約をドジャースと結んだ大谷翔平がいます。そして中日には中田翔がいます。そして中日にはもう一人の翔がいます。右肘内側側副靭帯再建術、通称トミー、上肢術からの復活を目指す中日岩崎翔投手です。この二人は同学年であり、2人ともに2008年高校生ドラフト1巡目でプロ入りした中、中田の入団決定を受け、岩崎は一緒に野球できる、よろしくと連絡したという。返信はよろしく、頑張ろう。呼び名について岩崎は同じ名前ですからね、翔と呼ぶと思います。向こうの方も翔ですかねと笑うほどの関係のようです。翔とは空高く飛ぶといった意味があるように、龍が空高く優勝に向かって舞い上がることを期待します。今年は中日の首脳陣も変わり、新たにスタートを切ります。一番大きなポイントになりそうなのが片岡篤史ヘッドコーチではないでしょうか。今季まで2軍監督を務めた高校の同級生を来季から参謀役に指名、頼りになる男、コミュニケーションを取っていければと相談役としても期待した。ファームの選手を叱る印象が強かった片岡ヘッド、立浪監督はその姿を見て、あの時厳しく指導してもらったっていうのは選手にとって10年後に生きてくる、引退の時に厳しくしてもらえてよかったと言えるようにやってくれていたと情熱を高く買っている。片岡ヘッドに求めるものを問われた指揮官は存在だけで、選手もピリッとすると思うとにやり、片岡は野球もよく知っている、しっかりまとめてくれると思うと選手、首脳陣のパイプ役としても評価。87年の甲子園で春夏連覇した2人がチームの士気を高める、このオフ可能な限りの現実的な補強はできたとは思う。怪我から復帰してくる選手もいて、他球団と比べても遜色ない戦力に見える。あとはこの出揃った駒をどう動かして操ることができるか、せめて優勝争いくらいは演じてほしい。2年連続最下位の監督同士だから何が頼りになるのか全くわからないし、今のところ結果が出てないから PL の同級生同士だからか評価が高すぎる。荒木さん、のりさん、西山さん、小笠原さんがいなくなって、コーチ1年生の3人が新たに加入して、道場がいきなり1軍福留に断られて、清原さんも許可が下りなかったという記事もあったけど、見てると身内やエースマンばかり、新たに加入するコーチがいない状態で、選手には期待しているけど首脳陣には不安しかない状態。この評価を見事覆せるか、やっぱりがっかりするか楽しみですね。立浪監督と仲良しなのはわかるんですが、片岡氏には実績ないんですよね。 YOUTUB 見ても弁が立つのも面白いのもわかるので、友人としては素晴らしい方だと思うのですが、これまでこんな成績残しましたがないのは大きな不安要素です。ただ立浪監督はおそらく今季が契約最終年、最後の年にやり残したことがないよう悔いなく過ごしてほしいと思います。もちろん良い結果を出せるのが一番ですが、ダメならダメでお二人ともども責任を取るのが、まあ綺麗な引き際と言えるのではないでしょうか。阪神のコーチ時代は思い一気したたかれていましたよね。中日の二軍監督でも言うまでもないでしょう。立浪に必要なのはお友達じゃなくて、厳しい意見を言える方を迎えるべきでしょう。立浪求めている野球道を具現化したいならなおさらです。野球に専念しろって言ってる人の参謀の副業を認めている球団も球団、今オフの補強は久々に納得で聞きましたが、コーチ人事は正直疑問ですね。今季ウエスタンリーグで片岡監督の借金は37でダントツ最下位、勝率は3割2分で宮崎の打率より低い。この成績で解任どころか昇格って普通はありえないよな。阪神ファンからしたら片岡さんのコーチ能力はそこまで高くないような気もする。立浪監督が気兼ねなく話せるコーチが欲しかったかもしれんが、補強らしい補強はできた。来年は采配に期待してますよ。投手の皆さんにも気持ちよく投げてもらいたい。中田翔を獲得するなど最大の補強はしてる。来年は利地獄状態にならず優勝争いできるように、このオフ可能な限りの現実的な補強はできたとは思う。怪我から復帰してくる選手もいて、他球団と比べても遜色ない戦力に見える。あとはこの出揃った駒をどう動かして操ることができるか、せめて優勝争いくらいは演じてほしい。若龍を体力、技術だけでなく精神面からも鍛えた手腕を1軍で振るってもらうつもりだ。2軍でチームを2年連続でぶっちぎりの再開に導いた武将、2軍なので勝つことだけが目的ではありません。しかしこれだけ結果の出ない2軍監督が
更迭されるどころか一軍ヘッドコーチに昇格、立浪監督のお友達だからという理由以外に昇格した理由が分かりません。立浪監督も一軍を球団史上初の2年連続再開に導きました。立浪片岡の2人は常識的に考えれば更迭されるべき立場です。しかし立浪監督は続投、片岡はヘッドコーチに昇格、この2人がチームのトップにいる段階で大きなハンデを背負っていることになっています。ただでさえ弱いチームが自らハンデを背負ってしまえば厳しいシーズンを迎えることになります。ピリッとさせる存在は監督で十分だけどな、ヘッドは緩衝材になってほしいのよ。切実に井上和樹が言ってる選手を乗らせるってことを見習ってほしいかな。ヘッドコーチは立浪監督と選手の間の緩衝材になってあげた方がいいのでは。安易に監督のイエスマンにならずに監督と選手の橋渡しをしてくれることをヘッドコーチには期待します。片岡さんにも中日にも限らずヘッドコーチの役割は重要なんだけどな、選手と衝突してチーム崩壊とかにならないようにね。立浪監督の威圧感だけでかなり選手は萎縮している。片岡ヘッドにそんなことを求めるのは間違い、ピリッとさせるのは時には必要なことだと思うけど、ピリッとさせすぎてる。